山口敏太郎のアトラスラジオです。今日はですね、仕事納めを、しておりました。27日、金曜日ということですか。今日がですね、我が社は仕事納めということで、まあ26が打ち上げでしたね。まあ17、18に集まって、まあ関東組は中心ですけども、打ち上げをしてですね、まあ、例年は22、3人行くんですけど、今年はちょっと少なめでしたね。早かったかなと思ってるんですが、26日打ち上げをやってですね、で本日27日最後の、まあ、業務を今年度、業務を完了いたしまして、それで、帰宅ということになりました。皆さんも、続々と仕事納めをしてるんではないのかなと思います。まあ、今日なんかね、金曜日ということで仕事納めで、随分お酒を飲んで酔っ払ってる人が多いんじゃないでしょうかね。気をつけてくださいね。なんか船橋で人が落っこっちゃったりね、あちこちで人が落っこっちゃったりしてますけど、まあ落っこってね、駅のホームから落っこって駅員さんに迷惑かけないようにね、ましては人身事故とかになったら大変ですからね。人身事故にならないでも助け出す駅員さんの立場にもなってあげてくださいね。まあまあお酒はほどほどにというところですね。はい。それからですね、まあ2019年、まあいろいろありましたね。アトラスラジオおかげさまでね、この4万7000人という感じになってきました。で今のところ4万7400になるかなという感じです。まあ、年内かけてもちょっと4万8000人は行くか行かないかって感じになってますね。ちょっと伸び率が、若干もうダウンしてきましたので、ちょっと皆さん、応援してください。友達とか友人に勧めていただくとかですね、 Twitter、Facebook でこのチャンネル面白いよとプッシュしていただくとか、サポーターの皆さん、山口敏太郎を応援していただくように、ご支援のほどよろしくお願いいたします。はい。ですね、まあだいぶ寒くなってきましたね。あの風呂入るのがね、寒いですね。僕は風呂入る時が一番寒くてね、嫌なんですよね。風呂入るのは好きなんですけど、脱衣所が寒い、すごい寒いんですよね。ですから最近脱衣所に暖房機を持ち込みましてですね、脱衣所を温めてから風呂に入るようにしました。まあヒートテック、現象、多分ヒートテックで合ってるのかな、確かそうだと思うんですけど、まあ暖かいリビングと、まあ、冷たい、浴衣場で、浴室はさらにまた暖かい。これで心臓に負担がかかって死んじゃうということがありますので、死んじゃうとですね、また姑息な悪党どもがオカルトを食い物にするせこい悪党どもが喜びますので、僕はですね、ちょっとオカルトの世界を守る守護神としてですね、もうちょっとしばらくちょっと目を光らせて、根性において目を光らせないといけないので、まあ仕方ないなって感じですね。ちょうどですね、横できなこが爆睡しておりますね。今日は僕が帰ってくる前に、救急行ってるの聞こえますかね。救急行ってます。ね、芋を食ったみたいで、ランときなこがソファーを独占して寝込んでいますので、僕はソファーに座れませんというところですけどね。グーグーと言ってますね。はい。今日はですね、いろいろおはがきを紹介したいと思います。いろいろ皆さん気になっているおはがきとか、気になっている情報があるんではないでしょうかね。はい、ちょっと紹介しましょう。まずですね、帝国心霊学院、これ心霊の霊をですね、心霊写真とか心霊スポットの心霊というふうに社員が間違えてましてですね、本当は神霊なんですね。でとりあえずサムネイルは変えたんですけど、まだ動画のやつも変えちゃうとまた、カウンターがゼロに戻って、
みんながくれたね、コメントもなくなっちゃうのでなかなかできないと、ね、まあとりあえずサムネイルだけ買いましたので、あの動画の中で流れている心の霊の心霊はあれは誤字だと、間違いということですね。あの気をつけてください。で最初ですね、星校長という書いてあるのがね、星あの校長がまたあの薫に調子と書いて校長、人の名前じゃないんだからって、星校長先生ってことで書いたんです、僕は言ったんですけど、あ校長はこうですかっていうふうにまた社員が間違えて書いてしまったというね、あのどういう間違い方だっていう感じが僕は受けるんですけどね、なんかねこんなふうに間違えるかな普通みたいに思ってるんですが、まあ誤字とかはとりあえず修正できるところは修正しときました。それからですね、ですね、あのこの、まあコメント欄、あのいろいろ微調整をしてですね、あの削除してもう一回上げ直すっていうのはアトラスラジオ非常に多いです。でまあどういうことかというとですね、上げてるならば社員の命を狙うとかですね、そういう脅迫は普通に来るんです。だからもうそれはしょうがないということで削除したのがヤタガラスですね。でまた叱るべきやんごとなき LINE からもちょっとクレームが来ましたので、ちょっとあの下げさせていただきました。最近あの1回削除して調整して上げ直したっていうのはカレー事件の続報を伝えるやつを、1回下げて上げ直しました。これは読者の方から指摘があったんですけど、山口先生この部分はですね、この勇気ある証言をなさってる方、まあ某弁護士さんと言っておきますけど、この方の身元を確定される材料となり得ますので削除してはどうですかという意見をいただきました。それで、大至急ね社員に指示をしまして削除しました。まあこれでですね、まあ、あの遠藤裁判元裁判官の教え子もね100人規模になりますので、誰だかよくわからないという感じになりますね。まあねちょっと法律関係の方は意外とこのアトラスラジオ聞いてらっしゃる方が多いんですね。まあ警察関係者も多いんです。まあ和歌山県警のお嬢さんもね、元和歌山県警の刑事さんのお嬢さんも連絡をくれたりしてますけど、ねね、林真須美死刑囚の元自宅の近所の方からもメールがいただくという、ね、なんかね本当は影響力強いんだなと思います。で削除するとですね、大変申し訳ないんですけども、皆さんつけていただいたコメントが消えてしまうということはご了承いただきます、お願いしますと。それはまあ脅迫で社員とかですねタレントの命を守るというところが一つと、でもう一つはですね、勇気ある証言をしてくれた方のですね身元がバレる可能性がある箇所は、なんか法律関係者が聞いたら分かる箇所があったらしいですね。ああこれということはこの人のあたりかなというふうに特定できうる、情報があったので、削除したんですけども、そうなるとつけてくれたコメントが消えてしまう。そしたらですね、今日ですねその消した、まあ、コメントが消えてしまったことにぶち切れた、子供がですね、お前は韓国や中国から金をもらってるだろうという書き込みをしてきました。非常に無礼な、あの明らかに名誉毀損の書き込みです。あの金とかもらってたらこんなに貧乏しないよって感じですよね。あの誰かが書いてましたけど、あの山口先生のご自宅とか事務所見ててもそんなにお金持ってると思えないっていうね、あの割とさりげなく失礼なんですけども、まあ僕は質素な暮らしをしているっていうのは皆さん知ってると思います。あのまあ食い道楽という趣味はありますけども、それでもそんなに高級すぎる食べ物ではなくて普通のものも食べてますし、それに僕はやっぱりメルマガとかですね、ね、そういうヘビーなとこまでちゃんと付き合ってくれるファンの方はですね、僕はかなり大和魂にあふれていて、あのアメリカや中国を警戒している、特に韓国が嫌っているということはよくわかると思います。ただですね、
国家は嫌いますけども、僕は在日朝鮮人の方とか普通の韓国人、普通の中国人というのは友達もいますし、ね、あの友人として普通に付き合います。やっぱりその個人を国家で差別してはいけないという理念を持っています。まあ、そういうところを指してですね、コメントを消された腹いせに、お前は韓国、中国から金をもらってるというふうに、暴言を吐いたやつがいますね。非常に失礼な子供ですね。で、こういうのって捕まえてみると大人だったりするんですよね。意外と30超えたりするので、まあなんだろうな、いちいちね、あのコメントが気に入らないから、ね、削除するなんてことはないですし、で大体僕は毎回6割から7割ぐらいレスを返すって言ってるのに、コメントは必ず返すと言ってた山口なのに返してくれないから信用しないって、こんな幼稚な人間いませんよね。どんだけ忙しいんだって。まあ、今日もね、これもう深夜12時に近くなってるのに、録音して声が明らかに疲れてるっていうのは分かると思うんですけども、それでも毎日更新をしてるっていう、あの僕のことを考えてくださいね。コメントを返されないからブチ切れるとかね、あの動画編集、証言者の身元を守るために動画をね、一回下げて再アップしたら自分のコメントが消されたね、ブチ切れて、お前は韓国中国のから金もらってるって、あの必ずこういう幼稚な人間でね、自分の意見と違うとか自分のこと意見をね、こういうふうに削除とかされちゃうと、お前は何とかのスパイだとか、金もらってるとか、そういうこと言うんですね。まあお里が知れるなっていう感じはありますけど、皆さんはこんな寂しい人間になってはいけませんよっていうところです。あのはっきり言いましょう、中国韓国がどんな大金積んできてもこっちとら全然引けやしねえよって、1円たりともいらねえよね、誰にも金は欲しくねえ、誰からももらわねえ、みんなからのサポートが嬉しいという感じで言っときましょう。まあこれだけ激しい仕事をやってですね、もう10年以上休んでいません、ね、必ず旅行も取材とか兼ねてますから休んでない、休日という言葉が知らないです。休日でも結局取材を兼ねて映画に行ってます。ここまでハードなことをやって、それでも会社を維持するために、あのね、非常に僕は給料安いですよ。あの28万の給料でやってます。ここまでハードワークやって、それで会社を維持するために、まあ僕しか売れてないから仕方ないんですけどね、あの社員5人食わして、ね、あのタレントの世話をして、まあいろいろ金がかかるんですよ、人を30人もタレント抱えてるとね。だから僕はどれだけハードな仕事やって、どれだけ自分の資材を投げ打って、会社を経営してるのか分からずして金を外国からもらってるって、失礼にも程がありますよね。まあ和歌山カレー事件のレスの中にありますので、この人間のこの発言を僕は許すわけにいきません。あの法的処置までも取りたいという気持ちでおります。まあ、本人が謝罪してくるなり反省すれば考え直しますけども、こういう悲しくなることはやめてください。さてですね、帝国心霊学院の話題に戻りましょう。ですね、なんと星、ね、校長先生、なんと星校長先生の著書が見つかりました。見つけてくれたのはなんとあの青森県むつ市でですね、郵便ね配達員をやってる時に緑色の人間を見たと言ってるね、ニウマさんが偶然本屋で見つけてくれたんですよ。ニウマ君はですね、アトラスラジオももう全部聞いてますし、あのアトラスニュースももう日々スマホに入れて熟読してくれてます。でさらにあのサイバーアトランティアも読んでくれてるんですけどね、こんなヘビーで、しかもアトラスラジオに出てくれた人がですね、神田の古本屋に行って偶然見つけるってありえますかね。これすごい
アトラスラジオに引きがある証拠じゃないですか、ね、運気は我が陣営にありって感じですよ。ちょっと読んでみましょうか。山口敏太郎さん、毎度様です。リウマです。こちらこそ今年お世話になりました。来年もよろしくお願いしますね。お願いします。入手しました本は、真剣流霊術伝承かっこ2巻揃えというタイトルで、先日都内は神田の古書店でセット4000円で購入したものです。あらかじめ言っておきますけど、本書は原本ではなく、帝国心霊学研究会より刊行された心霊術、講義録、おそらく全5巻を2巻にまとめて収めた復刻版のようです。星先生は同会の会長であられたみたいです。研究資料としての提示ということなら喜んで協力いたします。ね、敏太郎さんの事務所に直接お渡しに伺うか郵送か、または他の都合の良い方法でも構いませんのでお選びください。ありがたいですねこれね。まさか星校長先生のね、こう著書が見つかるとは。これね、ちょっとぜひ僕も拝読したいですね。どういうことを書いてるんでしょうね。このもともと全5巻を2巻にまとめて復刊されたというものなんですが、なかなか貴重なものだと思います。で、早速ですね、帝国心霊学院のことを調査しているあの近光さんに連絡を取ったところ、小躍りして喜びましたね。いやもうこれね、四国にコピーした本を送ってあげないといけないなと僕は思ってます。そうすると近光さんは四国のうどんを新馬くんに送るよなんて言ってくれましたね。うどんと本のコピーの交換ということですね。なかなか可愛らしいです。あのまあね、こうしてちょっとずつね、星校長先生がやってた、ね、魔法学校帝国心霊学院の状況がね、分かってきますよね。いやだからこれはね、ちょっとね、あの面白いなと僕は本当に思ってるんですよ。でね、これブログにね、このアトラスラジオを取り上げてくれた方がいます。ちょっとブログを元に読ませていただきます。楽ちん道への道という、ブログ、これもファンの方がたまたま見つけてくれたんですね。敏太郎さんのラジオを聞いてる人がなんかブログ書いてますよと、エキサイトブログさんに、これはね、あの楽ちん道への道の管理人さんが投稿してくれてますね。ちょっと引用して読んでみましょうか。まさか星天学の話が聞けるとは思わなかった。星天学は岐阜県の根尾村出身の霊術家で、鴨郡八百津町八百津せんべいが有名で、昭和初期に帝国心霊研究会、この動画では千人を目指す学校を主催していた。著作は国会図書館で読んだことがあるが、全国各地の霊術を学び、自己の研鑽を加え独自の境地にあったようだ。なるほどね、こういうふうに書いてくれてますね。それで、でね、割とね、面白いところが一箇所あったんですよね。まあこの人宮地水のことも触れてるんですが、まあ星天学さんとか弟子が石化の法という話をしてた。まあ、体の一部を石のように硬くして刃物を当ててもね、切れない術を会得していたっていうところに、このブログ主さんは反応されてますね。で、まあ変わったところに反応する方だなと思っていたらですね、面白いところは、私の知人が何十年前にロシアでシステマの原型のようなものと、体に、ナイフの刃を通さないデモを見せてもらったらしいが、
もしかしたら何かのつながりがあるのかも。ここ面白いですね。ロシアにその技が残っている。これはあれですね、星ね、校長先生の弟子の星天岳さんの弟子の林さん、1980年代前半までご存命だった林さんの、ね、同期生がロシアに行ってて、ロシアにこう物品をテレポーテーションで送っていたという話がありましたけど、ね、その送り先のロシアの同級生がロシアに伝えたものが今も残ってるんでしょうかね。非常にこのブロガーさんの記事も僕は興奮して読みましたね。はい。それからですね、また、心霊学院の話もそうなんですけど、ここがね、またこの気になりますね。千葉沈没についてね、予言している能力者に、投稿してくれた方がですね、交渉してくれました。その結果が来てます。前略、昨日お世話になっている方に会ってきましたので、内容についてご報告させていただきます。はじめにお断りとして施術を受けながら話をします。タイミングを見計らい切り出すため、かいつまんでの内容です。お許しください。それと内容が前後して分かりづらいかもですが、咀嚼していただければ幸いですというふうになってますね。まずはじめに千葉県が地震で亡くなる話をしました。いつ起こるかの質問を再度ぶつけましたが、教えてくれませんでした。その時は事前に連絡をもらう約束を再度しました。これ連絡もらったら僕にも回してくださいね。その地震の前にアメリカ中国間で戦争が勃発する話がありました。これについて前回よりも少しだけ付け加えることがあります。戦争は3年間続きます。いわゆるドンパチというやつです。日本も巻き込まれます。最後は核のボタンが押されアメリカの勝利で終わるそうです。これも時期が来たらお知らせしてもらえます。地震の件も戦争の件も自分一人では変えられないとおっしゃっていました。再確認しました。小倉美咲ちゃん失踪について前回同様単独事故とのこと、自分は現地に行けば必ず居場所の特定ができると断言してました。台風でぐちゃぐちゃですが、なぜ助けてあげないのと質問をぶつけてみました。一個人ゆえ関わりのない人を助けて公になってしまうことを避けているようです。それについて以前警察に協力した案件があったそうです。ルーシー・ブラックマンさん事件、内容は割愛しますが、ありましたね、この事件ね。金髪の美女がね、巻き込まれた事件ですけど、県警に依頼を受け犯人と死体遺棄現場を当てたそうです。また他にも2件の未解決事件を解決していました。当時自分のことは公にしない約束が外部に漏れたことをきっかけに以後断っているそうです。割とこれね、いろんな事件を解決してもこうね、名前を暴露されたりして、まあ、身元が分かってしまったんでしょうね。それでもうそういう未解決事件には協力してないそうですね。でいよいよ山口敏太郎様を紹介させていただきました。ご存知なかったようです。なるほど、僕のこと知らなかったですね。拡散する人は受け付けないようにしているとおっしゃってました。山口様のことを言ったのかどうかは定かではありません。以上となります。なるほどね、ちょっと僕の取材は受けてくれないですね。以下、所感です。他の方とは一線を画しています。話す内容も しかりです。メディアに出てる人たち、能力者に対し
排他的な印象です。なるほどね。昨日聞いた話です。ここに通っている人で不妊治療を受けている30代の女性の方がいます。医者に諦めるように言われたそうです。ですが妊娠しました。その方の力です。医者はびっくりしていたそうです。前回触れましたが、知り合いの甥っ子がバイク事故を起こし内臓破裂の重傷で医者に助からないと言われたにもかかわらず奇跡的な回復を成し遂げ、今では健常者と変わらない生活をしています。その方曰く、当時は魂が半分離れていたそうです。山口様の取り組みをぶつけてみました。あ、これは超能力者が協力して地震をタイムラインをずらすんですね。横できなんかペチャクチャ言ってますね。寝ぼけてますね。さあ、ぶつけた結果どんな感じだったんでしょうね。きなこもペチャペチャ言ってますね。寝言で参加してます、さあ、ぶつけたところ、それに対しては普通そういう人たちは反発し合うそうなのではと感じでした。メディアに出てる人たちの言っていることはそもそも嘘だと自分はそこまで思いませんが、ざっくりですが取り急ぎ報告まであしからず、年末お忙しいとは思いますが、どうかお体ご自愛くださいませ。ご活躍をお祈り申し上げます。なるほど。まあ残念ながらね、ちょっと取材は受けてくれなさそうですね。でもまあ千葉の地震の時期もはっきり言わないし、中国とアメリカの戦争の時期もはっきり言わない。まあ日本はアメリカについて巻き込まれるんでしょうね。フィリピンあたりで海戦でこじれて海事が巻き込まれるって感じかな。まあどちらにしろ迷惑な話ですよ。中国とアメリカで勝手に戦争やってくれって感じですけどね。でもまあ預言者に言われなくても、中国とアメリカが戦争になることは誰でも分かることですからね。また千葉の沖合でスロースリップが始まってますから、千葉のね地震は間違いないですけど、だから時期が知りたかったけど残念だな。まあ連絡が来たらですね、ぜひまた僕に電話できれば電話で一報してください、やれることはやります。でメディアに出てる霊能者が力を合わせてんではないというふうに言ってもらいたいですね。あの在野の、表に出てない人たちが、やってると。まあほとんどあの家具屋さんとかね、チャレンジさんもほとんど出ないし、渡辺亮さんも出ないしね、七葉さんとかも出ないし、ジャネットさんも出ないし、僕と付き合うことによってちょっとずつマスコミには出始めましたけど、今まで在野であったら無名な人たちですよね。なんかテレビで派手にショーマンシップでやってる人たちと勘違いしてんのかな。ガチの集団なんですけどね。まあちょっと気難しい方なんだなっていう感じで、残念ながら取材はできないし、アベンジャーズプロジェクトに参加する気もないんですね。まあ一言言えることはですね、どんなに能力があって人を助けたとしても、結局は大勢の人が死ぬ地震を、大難を小難にすることは手伝ってくれないんだっていうのがちょっと残念ですよね。仲良くできないっていうのがね、なんかこれアメリカのアベンジャーズでもあったような気がしますけどね。なかなか他のヒーローと仲良くできないヒーローもいるというところでしょうかね。ちょっと諦めちゃうのは早いような気がするんですけどね。まあこれは個人の考え方ですから仕方のないことだと思いますけどね。それはしょうがない。まあやれるメンバーだけでやるしかないですね。はい、コメント欄でコメントください。
高評価も取ります。コメント返せなかったらブチ切れるという小学生中学生みたいなことはやめてください。なるべく返してますけど、前から言ってます通り、まあ7割ぐらい、まあ、最近は忙しいので6割ぐらいになってますけども、まあコメント返しがあったらラッキーと思ってください。必ず 100% コメントする、できる限りコメントっていうのは 100% コメントで取ってる人いるんだな。これがショックですね。頭が悪いのかなと思っちゃって、まあ本当こういう悪口を書いてくる人は嫌になっちゃいますね。はい、文句があるならメールで言ってきてちょうだいねと。 TOKUSHIMA5566 徳島5566 @yahoo.co.jp、体験談も待っております。宇宙人と天丼食った、ユーマとかけっこした、妖精にお腹をくすぐられた、何でも構いません。面白い話をぜひ聞かせてください。そして、みんなで共有しましょう。ああこんな話があるんだな、こんな不思議なこともあるんだな、なんてね、こうまったりとね、家事をやりながら寝ながら聞いて楽しむのがアトラスラジオ、中高年の味方です、ね、ガラスの中年の皆さん、ね、アトラスラジオで楽しんでください。ちなみに今日から僕はまた3日間の断食に入りますので、断食しながら原稿を家で書くというね、素敵な年末を送っております。はい、まあそんなこんなでサイバーアトランティアも読んでちょうだいねというところです。まあ過激な記事が多ございますが、ね、悪党どもをめったくそに切っていく、サイバーアトランティア、山口敏太のサイバーアトランティア、世の中の悪を成敗しております。皆さんもぜひお読みください。山口への応援だ、エールだ、よし山口にカンパしてやろうみたいな感じがあればですね、応援してください。僕は中国にも韓国にもそんなディベートとかどっかの議員さんじゃないですけどもらっていません。皆さんのメルマガ読んでくれたり、ファンクラブ空紙に入ってくれたりするのが活動資金になっております。これでどうにかね、会社を維持しておりますので、皆さんこれからもぜひ応援よろしくお願いします。ということで、まあ今日はですね、帝国心霊学院の星校長先生、星天岳さんの本をアトラスラジオファミリーの新馬くんが偶然見つけたという話、そして、まあこの前インタビューに出ていただいたね、神奈川の方が、まあ千葉が亡くなるという予言をしている、何でしょうかね、ヒーラーでしょうかね、ヒーラーの方に再度聞いてもらったけども、メディアに出ている能力者は嫌いだと、嘘つきばっかりだと、まあ、とんだ誤解なんですけどね、メディアに出てないんですけども、何か勘違いされてるんじゃないのかなと。能力者なのにそれも霊視できないのかって感じ、もう思いっきり取材を受けなかったらこうディスってますけどね、ね、まあしょうがないですよ、うん、ね、という回を2つやりました。皆さんもいろんな情報あれば寄せてください。いろんなね、圧力とかいろいろありますよ、ね、番組を削除しなきゃいけないのは僕は一番辛いんですけど、まあいろんなご指摘があるとですね、これはこういうふうに法的に問題があるとかですね、これはね、この人の言ってることはこうだとかいうのを言ってこられると、もうああこれはもういかんなっていう時はもう削除せざるを得ないのもあります。まあそれはご理解いただければというとこですね。当然再編集もありますというところですね。おじさん苦渋の決断してるのよとね、大変な53歳、ね、はあ、サッカーは大変だ、ね、サッカーになりたいとか言う人いますけど、やめた方がいいですよ、重労働ですよ、ね、死にますよこんなことやってると。まあよく僕も戦ってると思います。いやもうヘロヘロですよね。
ぜひ皆さん応援してください。空神にも入ってね、山口敏太郎ファンクラブ空神、あのライブとかツアーとか500円引きになります。あとですね、チョコレート総選挙が1月1日から受付開始です。タートルカンパニーの男性タレントが対象です。チョコレート、お菓子を中心に、まあ、バレンタインのプレゼントは全部カウントします。2月14日までに事務所に到着したプレゼントで、まあ、夢郎とか僕とか都市ボーイズとか中澤とか南部千子とかね、そこら辺が競い合うという。前世滝沢馬琴も保坂も頑張ってますけどね。一番はギリチョコの盗聴バスター渋谷さんだったという、まさかのダークホースに去年は優勝をさらわれたんですけど、果たして今年はどうなりますか。はい、皆さんもですね、タートルカンパニーの男子チョコレート選挙にご参加ください。で、男子の視聴者の皆さんはですね、まあ、男子が男子に送ってもいいんですけども、順位予想1位から5位ね、でビリッケツは誰かって予想してですね、参加してくださること。まあ、詳しいことはこれ明日あたりアトラスに掲載され、アトラスニュースの方に掲載されると思いますので、そちらをご覧になってください。大変、盛り上がるイベントになっております。でプレゼントは、船橋市新高根6丁目27番2号、株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまでお送りください。待っております。一応プレゼントの送り先言いましたけど、突してこないでね、突撃する人いますけど、怖いからやめてねっていう。一応毎日仕事の打ち合わせがびっちり埋まってますので、突然来ないようにね。すげえ怖い時ありますからね。梅津和音出てくるね、蛇女かっていうぐらい怖い人いますからね。くねくね体揺らしてこう攻めてくるとね、梅津和音の漫画かよって思っちゃいますよね。まあ皆さん、ね、そこら辺は節度を持ってくださいね。はい、この辺りにしましょうか。はい、お耳の恋人、お耳の親友、ワンコのトータン、きなこは横で寝ていますと。あ、ちょっと起きた。はい、ガラスの中年、佐川の友人、通勤通学夜勤お昼休みのお供、アトラスラジオでした。皆さん聞いてくれてありがとう、また聞いてちょうだいねという感じでしょうかね。はい、オカルトはエンターテインメントだ、知的エンターテインメントこそがオカルトだ。山口敏太郎でした。それでは本日の講釈、これにて一件落着。また皆さん、次回のアトラスラジオの時間にお会いしましょう。それでは次の機会まで、あなたに会いたいな。もうちょいちょっとたどたどしく言った方がいいね。あなたに会いたいな、こんな感じがいいのかな。なんかわかんない、怪しい外人みたいになっちゃいましたね。ねえ、ちょっとヨン様っぽくやったつもりなんだけど、なんか変ですね。まあ、また会いましょう。山口敏太郎でした。それでは、アトラスラジオ本日の講釈、これにて一件落着。